プルディリは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。プルディリは、かつて非常に重要な教区で、パンクラン、ロックエニネール、ラ、ロッシュ、ラ、マルティル、ポンクリストといった小教区を抱えていた。現在は、ポンクリストを除いた全部がコミューンとなっている。教区には、サンジュリアン・アンランデルノーすら含まれ、さらに昔には、 ルトレウとトレフレネウェズが含まれていた。サンピエール教区教会は、ダウラ修道院に属する小修道院でもあった。ラ・ロッシュモーリス、ブレゼル、プルネベンテルに拠点を置いたロアン家の領主たちは、聖域内で領主が優先される権利を求めて、争っていた。1173年、教区の名は、プロディリーとして記されている。名前の知られている、 最初の小修道院長研教区司祭は15世紀のオリビエド・メスゴーズである。1770年頃、プルディリとその小教区には約4700人の住民がおり、プルディリだけで1320人がいた。ルニーケは1436年から1534年の間、プルディリとトーレ、ルドレネック、ランドゥーザン、ギクラン、 サンテゴネックの監視と再編に参加した古い騎士の家系から出た一族である。この一族はトレブリ、ペナンゲール、イルイボン、プルディリといった場所の領主であった。プルディリはコーレオン地方の17世紀から18世紀の間非常に栄えたホニョの産業の中心であった。ジャン・フランソワ・ブルミシュは1830年代にこう、記している。 プルディリで骨のョノを商う農民は、6000、1万、または12000フランの収入がある。プルディリのシャルロット・ベルトが1742年に、死んだ時、2256リーブルの遺産を残した。40カ所のコンディが、現在のプルディリのコミューン域内で確認されており、これは、プルネウールメネズ、コマナ、シザンに次いで多い。 おりの数が密集しており、コーレオン地方の骨の製造地域全体での平均55%から60%に大して高かった。プルディリで最も有名なジュロはアランプリケンである。1789年4月、レスネ版のセネシャルに当てて出された第三身分、陳情書にプルディリ教区の2名の代表、アランプリケンとオリビエレオンが署名した。 1802年5月9日、ギミリオのケレオン集落で休憩を取った後、ジャン・フランソワ・ドバル率いる7人の主案たちが、資産家で、骨の小取引をしているアラン・プリケンを人質に取った。プリケンは、ドバルに殺すと脅され、彼の子供たちに手紙を書かされ3万リーブルの身の代金がドバルに奪われた。人質が、 最終的に解放されたのは1802年の5月30日だった。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。